インディーズラジオ89.0。 あんた、ザ・ヨドガワっていうコミュニティ雑誌知ってる？え、そんな雑誌あんの？生活情報やお得情報、地域の歴史や人物の紹介など、ヨドガワ界隈の話題が詰まった情報誌なんやで。そんな雑誌どこに置いてんの？ヨドガワ区エリアのポスティングと各所施設や店舗に置かれてんねん。あんたもこれ貸したるから読んでみ。あ、それさっき私の家に入ってたから全部読んだわ。いや、あんた知ってたんかいな。ザ・ヨドガワは毎月25日に発行。詳しくはザ・ヨドガワで検索してね。FM 姫ではただいまパーソナリティ DJ を大募集しています。芸能活動したい、日々楽しいことをしたい方はぜひご応募ください。またラジオゲストやラジオで宣伝したい方も随時募集しています。お問い合わせは FM 姫まで。メール、お笑いプロyahoo.co.jp、 皆さんのご応募をお待ちしています。FM こちらはここからコミュニティ FM 姫です。周波数 77.2MHz で淀川区東三国からお送りしています。Wednesday 7pm Moterra Time 2022。モテラの時間始まります。こんばんは、ゼレンスキーです。ゼレンスキー大統領ゼレンスキー大統領、ウクライナな。今の旬で言うとバイデンさんやね。バイデンさんや、昨日帰った。そっか、バイデン来とったな。昨日帰ったとこでちょうど遊んではったやん、日本で。そうや、美味しいもん食べて。ほんまや、ほんまや。あれもおじいさんやな、結構。もう79かなんかやろなあ。近くで見た初めてやったから、おじいさんって。近くでて近くでて、あれちゃテレ、あれだ、大人に残してきはったちゃあの日本に来て なんか親近感があんねんけど な, けどな。もうやらおじいさんやったな。なんかあの首相、うん、首相の奥さんが立てたお茶を飲んでやな、うんうん、座ったまま飲んではったけど、あれどう思います？あれな、うん、もうしゃあないしゃあない。いいの？いい、もう作法関係ないね。立てる方が嬉しいねんな。あ、そうな。あ、ほんまに美味しい思ってんのかな。あ、分かってん、あんななんか喉潤しとるだけと思うわ。バイね。そうね、うん、絶対高級な 和食やろ。そうやね、和食やのにサーモン、うん、サーモン出してるらしいね。おかしいやん。結局そうなってくんね。そうやね。それな、無理や、アメリカ人にマグロの良さは分からん。分からん分からん。そんなもんな。そうそうそう。ほんまにな。もう帰らはったもんな、今日。あっちゅうまいやん、もう自分自家用車じゃないわ、あれ。自家用車。自家用車の。なあ。ほんま。あれ、エアホースパンをな、降りてきたとき、トラを思てな、うんうん。もう、カメラマンがいっぱい、あの自衛隊のところに降ろしとってんな。あー、基地や、横田基地かなんかやろ。そう、大体アメリカ海、アメリカ軍のとこちゃん。あ、そうか、うん、アメリカさんやから。さすが、なんでそんなに詳しいかな国防のことに関してはいや、でもほんま、うん、でもさ、うん、じゃバイデンさんだけか思ったら、インドの首相も来てなかった、うん、来てた容器いつの間に来てたんて。そうやね、もうみんないっぱい来てるやん。教えてほしいな。なあ、ほんでトム・クルーズも4年ぶりに来はって、日本に。せやせやせや。あの人も一緒に来はったん？あの
ある人はあの人の自分の自戒 を持ったはんね。どこでどこの空港で降り立つんやろ。そうやろ、だから成田かなとか思って。あ、そうか、すごいな。そうやね、空港料高いで、うん、使用料やろ、うんうん、なあ、めっちゃ高いと思うけど、あの人らはもうそんなんな、ポケットマネーやんな。うわー、トム・クルーズランチでな、そうや、ね、もうあっこちゃんにめっちゃ喜んでるやろな、うん、思ってて。そう、もうやっぱ見んかったよかった、映画だけ見たよかった思って。やっぱり、うん、実物は、実物どうでした。あれやな、地球の G に語れへんようなおじいさんなってた。首シワだらけや。そう、そうやな、なあ、もうやっぱ夢壊れるな。やっぱなんやろな、あの針とか、うん、シワとか、うん、隠されへんな。そうやな、あれは。そう、私らも今マスク生活で、うん、なあ、口元もシワだらけでも見せて住んでるけど、うん、ほんま二人で大手なマスク取ってる時とどこのおばはんやっていうぐらいもうな、汚くなったなこの2年で。そうそう、全員思てるわ、もうみんな思てる、世界中が。そうやな。いや、でもほんま若い時、うん、あのトム・クルーズの映画、うん、あれもトップガン、私見に行ったもん。見に行ったな、36年前みんな見た言うな、私ら世代の。めっちゃ流行ってたやん、めっちゃ見たわあれ。そうやんな、かっこよかったやん、かっこよかった。ほんでうちの職場であの急にトム・クルーズ来たから、うんうん、自慢話をしはる人がおって、うんうん、なんか20年前カナダで子供産まはってんやんか、その人、うんうん、ほんでカナダの空港から、うん、なんかアメリカ行きの飛行機に乗らなあかん時に、うんうん、トム・クルーズに遭遇して、うん、息子を抱っこしてもらった写真があるって言って、トム・クルーズに。すごいやん、すごいな。でもそうやねん、ほんまに抱っこしてくれてて、向こうから寄ってきよってんて、ベイビーって言って。すごいな、うん、そうやね、生で見てはるんや。そうやね、いや、いいなそれ。なんでカナダで産むねん、私ら。どこで産むはった、大阪やん。クミちゃんもそうやろ。ええやん、ジュースや。そうやろ、産んだ後は相部屋でな。当たり前や、8人目や。そこで出会った人とな、小学校でまた出ようて。そうそうそう、私はでも重曹市民病院で8人目やったけど、うん、アッキーはちゃうで。あ、じゃあ私はあれやね、個室やんな。そう、それは夢の個室やで。なんでお母さんが取ったんや。いや、お母さん取ったんや、だからそれ経験してるやん。そうやな、人の、ね、寝言とかさ気にせんでもええわけやろ。あ、そうやな、なんいくらおなかおならしても平気なわけやん。そうやな、羨ましいわ。その代わり子供ついてくんで横に。でも夜は帰らしてくれるやん。いや、カンタルケアとか言うてずっと置いとかれたで。あ、ほんま、うん、めっちゃ鬱陶しかったけどな。でもあの子供やったらいつも寝てるやろ。そうやな、寝てる寝てる、飲んだら寝るって感じやろ、うん、そうやな。でも8人部屋もまあまあしんどいな、産後8人部屋めっちゃ狭い、あれ絶対ちゃうで。6人でも救急やと思うけど、そこに無理やり8人にしてるわ。え、ほんなベッドとベッドの間って普通なんかテーブルみたいな置いてるやん。一つあるで、一応 あんねや、消灯台とのあれ名前忘れたけど、うんうん、あんねんけど、もうキッチキッチ。いや、ほんならカーテンも開いたら向こうの人の寝顔が見えんの、うん、当たり前やん。嫌やん、うん、産後疲れてるしさ、トイレ行くとき一大事やん。そうそうそう、痛いし、ヒーヒー言いながら行って、しかもウォシュレットないね、うん、えボロかったから、病院がまたボロいボロい病院やって。あ、昔ね、多分、うん、トムの時代、あ、トムっていうのか、あのキャスバル兄さんや、兄さん入ったりからあった、うん、病院ちゃうんかな、あれ古いもんな、だいぶ。あ、多分キャスバル兄さんもそこで生まれてるわなあ。だから古かって、もう建て壊す前の病院やって。そうや、そうや、だからもうトイレもウォシュレットはないし。あ、だってあそこ古いし、私立か府立かなんかやんな。私立、私立、私立か、私立。あ、大阪私立の病院やね、うん、そんかり安いやん、うんうん、安い、豊かで、そんな一緒ぐらいやん、30万ぐらいやで、一緒やで。あ、一緒やん、一緒やん、うん、で帰ってくるけどな、帰ってくる、全額帰ってくる、うん、変わらんやろ、ほんまやん、うん、ほんで8人おって、そこで1人うるさいおばちゃんおってんな。そうそうそう、すっごいなんか、うん、まあうるさいっていうのか、うんうん、気にかけて喋ってくれるおばちゃんおって、おばちゃんってんな。ほんだらヨヨ、うん、その後、うん、思ったら、うん、同じ小学校のお母さんやってな、うん、もうあのお母さん有名や、円光さんっていうお母さんやな。そうそうそう、すごい気にかけてくれて、うん、その後もなんか、うん、あ、行こうか言うて、赤ちゃん本舗行ってこんなん買おうかみたいな。産後、産後やったかな、もうそっから付き合いしてた、あのおばちゃんと。なんか一緒に行ったで。うわー、すごいな、赤ちゃん本舗行って。あ、うん、ママ友作りの名人やもんな、あの栄光さんは。思うわ。で、会うたびになんかせんべいくれんねや、うん、
ちょっとちっちゃいせんべいな。これわけみんなに配らはんねん。あえお母さん。人とお母さん、あの子供と親に。そう。うん、ようばらまいてくれるな思ってて。いやもうその時潤っててんやろな。でも私もあのお母さんと小学校なんか子供が同い年やったから、うんうんうん、友達になったけど。旦那さん見たことないね、うんうんうん、ずっとやな、うん、運動会も参加も何も、まあ、何もかも見たことないな。すごいな、うん、謎やん、重曹の七不思議の一つです。そうやな、うん、もう私らの淀川区のね木川地区界隈で円光さんって言ったらすごい、ああの人やって言って、今はなんか風貌が男っぽくなってスリキチ三平みたいな格好してる人が円光さんなんで、またよかったら声かけてあってください。最近でもな、髪の毛だけな、うん、ツル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 のなロングヘアに変わってた。え、そう、ほんまほんま、あのボッサボサのショートヘアからびっくりしたで、わツルツル、知らんわ。もう白髪も綺麗に隠れて、どないしたやろ、ヘアカラーして、うん、ツルツルもツトーンとしたあの、うん、なんていうの、まあ、仲間由紀じゃないけど感じでなってんのよ。で、どないしゃ、どないしたん、聞いた思ったからな、うん、どないしたん、見違えたわ言って、うん、やん言って、うん、なんかあの知り合いのなんか子供が美容師になって、うんうん、でその子がなんかそのヘアモデルをやってくれと、カットモデルをお願い、肌やん、うん、なんかやらしてくれ言うからね、うん、やらしたってんねやみたいな、ほんで毛染めも綺麗にしてた。でもすっとーんとしてなんかシクモン矯正みたいなしてて、あ練習でな、綺麗になってたで。あそう、ちょっと写真撮っといて盗撮、うんうん、ほんまね、もうちょっとね、ほんまラジオで言い切れへんぐらい円光さん伝説いっぱいあんねんな。ほんま、そうそうそう、買い物してたら急に現れて、あと晩ご飯何すんの、こんなカゴに半額ばっかり入れてって言って、ね、音も立てずに近いとこやろ。そう、分からへんね、気配が。そうやね、あのキャスバル兄さんもカラスね、カラスに狙われるみたいに円光さんによう狙われてんねん。バーンと声かけられて、うんうんうん、バーンと去られんねんて。ああそうだ。こっちが返す間もなくやろ。間もなくもおらへんねん。分かるわ。そうやね。喋ろうと思ってんのに一瞬でいなくなるからさ。そうや。ほんま忙しいな、あの人な。忙しいな、ほんま。元気なね、お母さんでも。ま、ね、牛島地元で産むってそういうことやね。うん、そうやね。そうやってママ友がね、繋がれるっていう。そう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 。ええやん、八人部屋でいい出会いしたな。いや、私も個室が良かった。言ってんの、個室なんかもう夜中あのナースがな、もう先生の悪口とかコンパの話ばっかりしてんね。聞こえんの？聞こえんね。ちょうど私も。あのナースセンターの廊下挟んで一番端の部屋やったから、うんうんうん、ドア開けといたんね。ビップルームやん。あそう、一番近いところって一番ほらやっぱりすぐ見れる人入れるやん、すぐ駆けつけれるやん。なるほど、いい部屋や。あそうか、一番議員室やな。悪いな。無駄に広かったな。今ドア開けてた。ドアちょっと開けとって、ね、わざわざ。そう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 、やっぱり深夜のナースの会話ってめっちゃおもろい。もうこっちはここでは言われへんねんけどな。怖い怖い、もうどす黒いな、若い子でも。やっぱりな、みんな溜まってんねんストレス、そりゃな。んで低い音程で喋ってて、私がこっそっとだったら、うん、どうしました、何かありました、うん、って、うんうん、いやトイレって言って、うんうん、でトイレの帰りこうナースセンターのとこちょっとこう、うんうん、腕置いてな、関口広芝居でに、うん、でこうやってな、さっき話聞こえてんけど聞いとんのかい。なんで回すねん。部長の誰々ってさ、嫌なんとか言った。そりゃ嫌やろ。いいえ、聞こえてましたとか言って。だいたい上に立つ人間みんな嫌われるんやから。あそうか、嫌やろ、課長嫌やろ。いや私別にそんなことないけど。またそんな言って。ねえ、みんないろいろあるね、やっぱり働いてたら。あるある、なあ、ね、うん、ほんま面白いな、なんかこんな、うん、ねえ、話してたらどん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 話出てくるから。なんでやば、なんであのベン、何やったっけ、えウクライナのゼレンスキーから、なんでそこに行くねん。そうや、なんで最後エンコーさんや。ゼレンスキーイコールエンコー。エンコー。おかしいな、平和やな、時の人やな、エンコーさんは。そう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 。ほんまなあ、いやなんか、あ今日もいろいろね、はい、テーマそうやね、たくさんね来てる、来てる、来ましたので、じゃあ CM 挟んで本当やね、ま、テーマに行きましょう。はい、はい、
淀川警察署からのお知らせです。相変わらず大阪府下では特殊詐欺の被害が高水準で発生しています。淀川区内では区役所職員をかたり払いすぎた保険料、医療費を返します。窓口での手続きは終わっているのですが ATM なら手続きできます。今すぐ ATM へ行ってくださいなどと電話をかけてくる還付金詐欺の被害が発生しています。犯人は言葉巧みに ATM へ誘導し ATM を操作させて還付金が戻ってくると思わせて実は犯人の口座にお金を振り込ませるのです。 ATM で保険料や医療費などのお金が戻ってくることは絶対にありません。また今年に入り大手百貨店や銀行協会を語りあなた名義のカードを使って買い物をしている人がいる、カードが悪用されているので今持っているカードも作り直さないといけないなどと電話をかけてきて自宅にあるキャッシュカードを取りに来る手口も連続して発生しています。この手口はキャッシュカードを封筒に入れて玄関に貼っておいてくださいと、コロナ禍を利用し対面することなくキャッシュカードを奪っていくのです。そして手続きに必要と言って暗証番号も聞き出すのです。皆さん絶対に他人にはキャッシュカードを渡さないこと、暗証番号を教えないことです。皆さんにお願いです。携帯電話をしながら ATM で操作をしている高齢の方を見かけたら、詐欺ではないですか、お金が返ってくるって言われていませんかと声をかけてください。皆さんのその一言で詐欺の被害を防ぐことができるのです。ストップ ATM での携帯電話、 ATM での携帯電話の通話をしない、させないことを広めていき、還付金詐欺を淀川区からなくしましょう。大切な財産を守るために皆さん一人一人が声を掛け合って防犯意識を高めていただき、特殊詐欺の被害に遭わないようにしましょう。淀川警察署からのお知らせでした。投げじゃ、火曜日は天地投げ、水曜日は7時はモテラの時間でほっこりしましょう。くぬくいますか、やってみたら思ってたのと違ったこと。本日のテーマは、やってみたら思ってたのと違ったこと。いっぱいあるな。あるな。あるな。これはな、うん、そう、例えばまあ、ソロキャンプに興味があり、道具を揃えてやってみましたが、うん、あまり感動もなくてびっくりしました。うん、そう、寂しいわあれかって。今も空前のキャンプブームですやん。そうやね。ワークマンがキャンプグッズを出し始めたやんか。安いねまた。なあ、あんな普段でも使えるやろ。雨靴とか。あの辺はな使うけど、うん、でもテントいる使わへんやん普段。テントいるよ。もうやっぱり地震の数が最近多いやん。もうテント張ってさ、うん、なあ一泊犬とか言い張る人やったら止めたろかってなったら、うん、なるほどな。なあもうすぐあかんわ、金儲けの方に行ってまうわ。そうかそうか。でもさっきのねオープニングのね、うん、私らのトークで、うん、丸太郎さんがツイートしてくれはって、うん、はい、いきなりゼレンスキー発言にびっくりしましたって。私はびっくりした。ごめんごめん、今の言うてみようかな思って。ちょっと最近聞いてないからさ。そうや、私どこの人やったっけ思ってたもん私。ちょっと脳トレでね。久しぶりにトム・クルーズ見たらマイケル富岡みたいになってたって。あ、うまい。すごいな。そうや、丸太郎さん。なる。マイケル富岡似てるわ。似てるな。似てる似てる。似てる。ほんまや、結局たどった一緒やねんな。じゃあ、なんかやっぱりこの人もアメリカの地入ってるもんね。そうや、入ってる入ってる。
そういうことや。そうかそうか、まあ、男前は男前やねんけど なやっぱりこう、うん、お年は感じるよね。そうやな、年には勝たれへんわ、やっぱいくら金かけてなボトックス注射しても。そう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 そ脂肪吸引もな、見えへんところがキュッてやってな。そう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 、あれかってでもたんびたんびんじゃなかねんで、うん、そうやろ結局な、うんうん、もういやだからもう終わりがないから、うん、性器病気かも、そうやんな、ずっとやらなあかんもんな、一回で終わらへんやん、お前な、もうだから死ぬまでやらなあかんのしんどいわ。そうやで、そうやで、もう何のお金あってもさ、自然にな、もう年取って綺麗に死んでいく方がいいわ、うん、なあ。病気来てる今日もありがとうございますね。じゃあちょっと読んでいきますね。綺麗な声で読んだって。はい、熊勝さん、昔グアムで初ゴルフ&初コースで仲間3人全員初心者で、うん、1人200から300叩いて全然楽しくなくて辛いだけでしためっちゃ時間かかったある。200から300で1人そんだけ打ってたらめっちゃ後ろのコースの待ち時間とか使えてたやろな。通常どのぐらいたあれな、80代で上手とか言われてるから80でだってあなあ素人さんでも100前後で回れたら後ろ あのチームが待たんでも済むみたいな、やっぱ前が進まへんかって後ろのチーム待たなあかんねやから、ゴルフ場の後ろで。なるほど、同じコースなんやね。そう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 、そういうシステムなんや。じゃあ300とか多いねんな、うん、まあまあ叩いたはんな。腕も痛いと思う。しんどいな。しんどいわ熊勝さん。すごいな。しかも土砂降りでした。で俺たちしか客おらず。うん、あほんなええやん。なんぼでも叩けるやん。でもグアムっていいな、グアムで。グアムいい。めっちゃ気持ちよさそうやな。な、韓国で行ったらな、夜便で行ったら朝グアム着くもんな。最高のロケーションですやん。いいやね、熊勝さん、ね、楽しんだはる。そうでキャディーさんの目がやたら怖かったのを覚えてます。もうキャディー疲れてたやろな。こんなんちゃう思ってたゴルフとちゃうとなりました。そうやな。ね、じゃあもうこれからしてないんかな。なあ、これでちょっとトラウマなったらせえへんのかもしれへん なあ。でもビギナーズラックでな、1回目うまかってね、俺たちもこれでいけるわって思っていくよりいい、もう痛い夢もね見ながら、そうそうそう、いや景色がなグアムやったら絶対いいよな。ああ最高です ねありがとうございます。ありがとうございます。次カンカンカンナちゃんです。カンカンカンナちゃん、カンカンカンナちゃん、不思議の国のカンナちゃん、この子はスマホ決済です。使えば使うほどポイントが貯まるという歌い文句に魅力を感じ始めてみましたが、うん、使えば使うほどなぜかお小遣いが減っていきます。かなちゃん歌い文句で漢字書けんねや、スマホでは。スマホでもう日曜日のラジオでめちゃめちゃな読み方。マジで、うん、すごい。元祖元そう 元で切ってたんかな。あそう、うん、なんかびっくりした、腰抜けたわ。ご飯作ってて全然話通じへんやん。そうやね、だから一緒に出てた中ちゃんが、うん、こんな読み方したやつ初めてやって言って感想ある意味すごいなやつやな。すごいわ。せやのにこれ歌い文句の歌いをね、歌いちゃんとこれごめんね、うまいこと書けてるけど、これかな、これ変換でさ、なんとなくこれかなってやったんかな。やってんな。歌い文句でこれが出たからや。そうか、よかったね、かなちゃん、スマホの時代に生まれて。ほんまや、どんどんお小遣い減らそう。経済回して。ほんまや、かなちゃんよく持ってるわ。で、宮川小川さんです。ありがとうございます、ガーデニングですね。数年前ガーデニング好きな方から、うん、朝顔の鉢植えをいただき、うん、全く興味のなかった私は適当にやればいいかなと、うん、ベランダに置いておいたらいつの間にかドハマりしてしまい、気づくとベランダだけでは治らず、うん、部屋の中までもいっぱい鉢植えが並んでおりました。とさ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 物語みたいな。いいやんな、逆バージョンや。初め家やったけどハマ、ね、ってしまってな、今、まあ、お花畑やん。そうやね、宮川小川さんのお家。そうなんです。で 私たちモテラはね、うん、やっぱこうお花もグリーンもすぐ枯れてしまう、なんでやろな、あれエピソードがあるので、ちょっとそれを言ったら、うん、まあ、花の楽しさについて教えてくれました。ねうん、その成長を見る楽しみですかね、うん、昨日まではまだ緑だった子が、うん、朝見ると花が開いてたなんてすごいじゃないですか。あで寛容や多肉ちゃんはそのフォルムが可愛らしくて素敵で癒されます、うん、うわ、うん、数年前は全く興味すらなかった人が吐くセリフとは思えないですが、
ほんまやね、すごいもう思ってみたのと違うかったコメントもナンバーワンやなこれ、すごいな。でもいいやもういいやな。でもタニクちゃんやで、タニクちゃんもうちゃん付けしてるからもう可愛いってしゃあないやで、しゃあないしゃあないあれやろ、なんかサボテンのちっちゃいやつとか、あそう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 、緑のそうそう丸いなんか、うん、枝っていうの葉っぱとか、うん、あるあるあるやん、球体みたいなやつとかあるやん、あれタニクちゃんな、不思議やわ、あれ噛んでみたいねんけどな、なんかどこ持ってた怖いしな、いいやん大丈夫やって健康やからこんな時に健康発揮していやほんででもベランダで育てるのと家の中で育てるってさ、うん、ちょっとちゃうくない、あの温度も違うし、日照温度がな、家の中でずっと電気ついてるからね、管理とかさ、そうそうそう、向いてるやつか向いてないやつとかさ、そうやね、うん、動物おったら動物にひっくり返されたりとかな、そうやね、なんかすごい難しそうなイメージやねんけど、わーすごいな、だからすごいなんか上手に、ね、楽しんではるなって思って、植物を育てる人はね、もう すごい心優しい人やねんね、心優しい人やな、なあ、すごい。でも宮川小川さんこの前のラジオで、うん、緑嫌い、緑嫌いみたいな。なあ緑や、あれ海洋植物多肉ちゃんで緑や覚えてますね、葉っぱ色はいいんかな、葉っぱやから、そうやそうやお前ちょっとその辺ちょっとね、皆さん、ね、また、ね、よかったら次のね、ねありがとうございます、ありがとうございます。でカピトさんからです。あカピトさんは何やろ、はいこんばんは、こんばんは。やっとの思い出、スマホに某社の電子マネーを入れたのですが、うん、案内サイトに載っているお店に行って使おうとすると、うん、扱ってませんと言われることが多々あり、多々これは便利と違うなと腹立ちます。満足に使えるのは1店舗だけ、うん、待たされて後ろに行列できるし罰が悪いです。あれなあ、うん、もうこれスマートフォンにな電子マネー入れたら、なんかさっきあのなんかそのお店のバーコードを読ましてくれ、その後に決済のバーコードを読ましてくれて2回出さなあかんやろ。それなど何使ってる、アッキーは何使ってる、私なよく使ってんねん、ペイペイとかペイペイも使ってるし、ほんで au ペイも使ってるし、 au ペイもそうやね、メルペイもあるしな、どう使い分けてんのそれを、ここの店ではこれっていう、そうなんかカピトさんと一緒やわ、そうやね、サービスがあるから、なんか店とあの支払い決済が連携してる場合あんねやんか、うんうんうん、例えばセブンイレブンやったら、うん、ペイペイと連動してて、でペイペイのなんかあれも返ってくるし、セブンイレブンのポイントも貯まるしとか言うて、さっきのカンナちゃんじゃないけど、ポイント地獄で小遣いございませんわ。あなるほどね、あそうか、そうね、その店でお得なポイントがつくようなやつを入れてるんや、あそう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 、ほんならもうそこに全部クーポンとかも早出してくれとかな、店員が言うねんな、なるほどな、そうもうほんならもう後ろ行列できてたらな、もういいわね、そうそう兄ちゃんもう今日なんポイント使えへんわとかな、クーポン使えへんとか。杉薬局とかどうしてる、杉薬局も使ってる、どれ使ってる、ペイペイ、ペイペイで払う、払ってる、で杉薬局のポイントは使ってる、あじゃあ杉薬局のポイントはあれやね、ポイントのカタログがあんねん、1000ポイント以上で、じゃあポイント貯めるときほら、うん、私いつもあのポイント貯めるのにこのカードを出すねん、私アプリ、電子アプリ、じゃあまずそのカード読み取ってもらうの、そう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 、会員番号読み取って、そう会員番号読み取っ て, 取ってその後一旦消して、次ペイペイを立ち上げる、ね、それ大変じゃない、そうやね、私も絶対無理やと思って、そうや、ね、紙のままその会員やつ出して、あれやろ、嫌がられるやろ、いやいやならへんならへん、ま、私はもうそれしかできへんから、そうかもうほんで、うん、出すのも時間かかるから、もう大体現金で払ってます、あそうか、うん、何ポイント返ってくるとか言うと、まあビビたるもんやで、26円とか、まあ、なでもチリも積もればやからさ、そうや、やっていった方がいいんやけど、でもその2回のソース大変や、大変、しかも、ね、うん、私もなんかその要はセブンコンビニ入ってもさ、うんうん、そこのコンビニのその、うん、何やったっけ、あの3本線入るやつ、Wi-Fi、 Wi-Fi も全然な入らへんねや、そうやねん、だから私もそのお店で Wi-Fi 切らなあかんねん、一旦そやろ、決済するとき、そやろ、繋がらへん、スムーズに動かへんときがあんのやん、そうやねん、でぐる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 って回ってるもんな、だから余計時間かかるやん、そうやねん、で今度あれやん、それ決済終わったら今度入れなあかんやん、常に袋に入れさせられんねん、あれそうやねん、入れてくれへんやろ、そうやねん、だからプリンとかケーキとか傾くもんもうこうたらな大変やねんな、そうやねん、あれそうやねん、入れてや思うねんけど
さ、エコバッグなあ適当でええから入れてえやと思うよ。でもお支払い現金言うたらなんかお金入れてくださいとか言うやろ、うんね、忙しい忙しいもん。でボタン押してください、まずボタン押してください、現金押してください、そう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 、お金入れてください。でこっちではさもう待ってるしさ、うん、もう出来上がってんねんな、品物置いてる、うん、待ってるだけ、入れてくれよな。ほんで後ろの人はだいぶ近づいてくんねん、うん、あ、近づく人がおる。そやろ、いやあんたもうちょっと後ろ下がらなあかんやん、ソーシャルやねんから。そうそう思ってんのに全部すっごい近づいてくんねんなあ。ほんま客泣かせの店もうあれもどこそうやん。だからもうかしこももうな、なんかな、うん、あの入れる場所を作っといてほしい。そうやね、スーパーみたいにな場所を、うん、作っておいてもらわんな、うん、みんな困るって。無理やわ、もうほんま私らみたいな年代一番困ると思う、うん、今までほら入れてもらうのが当たり前で袋も当たり前やろ。やなあ、だからほんま大変やわ。大変やわ、分かるわ、もうほんまその気持ちがね。でちょっとね、うん、やっぱり私ももう現金主義ってことをね、うん、書いたらね、上藤さんからこんな返事が来ました、うんうん、どんなやろ。大阪は余計そうかもしれませんね、うん、関東は後ろで無言で睨む人が多いのでそれも辛いです。ほんま関東はすごいな。関東はな、なあ、うん、あかんかん、もうなんていうの、思ってることを顔に出さはんな。顔な、なで大阪の人はどうすんの、大阪の人はんの、あーまだかなまだかなでなんかいや見えねんな、で子供を連れてるお母さんなんかもうちょっと待とうな、マイナスすぐ終わると思うからもうちょっと待とうなって、ほんまあれな、子供を出しにつこって喋るなおかんとかちょっとな言いたいんやろな、あれほんまやめてほしいよな。ほんまこっちかって一生懸命焦ってんのにな。そうで、明日は我が身やで、その人もそうやねまあな、卵一番下に入れてな割れてる時もあるし、もうそうやね、焦るとそうなるよな。そうやね、あんなあかんよな。そう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 、もうちょっと考えてくれへんかな、店の人。ほんまや、もうちょっと考えてくれる人がおったらね教えてください、ね、はい。で次ピッコロショーマオさんからです。はい、ありがとうございます。ダイエットです。あ、食べれば食べるほどどんどん体重は増えるのに、うん、食べたら、食べるのやめたり量を減らしても全然体重が減らない、うん、ダイエットって思ってたんと違う。これあるな、お前な、なあ確かに健康診断前やからちょっとな抜いとこうと思っても体重全然変わってへんしな。せや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 、水だけしか飲んでへんのに体重もあれやもんな、そんなに減らへんし。せやな、最初はなんか2キロ3キロこう順調に減っても、なんかこう1ヶ月経ったらこう停滞期があるよな、あるあるある。なかなか無理なんやろな、こういうのって。そうそう、もうな、もうダイエットなんかしても一緒やって思ってな、ラーメンに走るな。やっぱりな、うん、我慢するのはストレスになるから。そうやね、ま、今荒れるで。そうやせや、うん、でもな反動でまたどっかで食べてしまうよな。なるなる な, なる。すごいなんか筋トレして、うん、すごいなんかいつも食事制限、うん、なんかもうタンパク質とって、うん、低タン、うん、高タンパクか、うん、でカロリーのも、うん、低脂肪のものを食べてる、うん、なんか YouTuber の人おって、うん、でもやっぱりなんか月に1回か2回ぐらいはもう爆食いする日、結局そうやろ。はんねん作ってはんねん、チートデー言うて。やっぱそうやねんって、チートデーでなんやねん思って。おかしいおかしい、それやったらまんべんなく食べたいわって。そうやねん、毎日3日に1回甘いもん食べたいわそうやねん。でもその食べ方がすっごいな、めっちゃ食べはんねん、細い体やねんけど、うん、そのもう言うたらさ、うん、ミスド、うん、ミスタードーナツ10個ぐらい買ってくるとするやん、うん、1人で食べれんねん、それを10個食べれずっと、うん、あ、3食分けてるのじゃなくてずっと食べてはんねん。あ、そんなんやったら私も近所で見たことあるわ、そんなずっと食べてはる人、うんうん、おるおる。あ、ほんま私もびっくりしてへえ、すごいな、うん、やっぱ体が欲してんねんで、甘いもんとか、うん、これはいいのみたいな日があんねんて。あ、やっぱりそうせなストレスってずっとかけ続けてることになるもんな、食べてないのって。でまた次の日からはストイックに、うん、なんか筋トレしてはったわ。あ、でそれでプラマイゼロちゃうかそうやねん、そうやねん、結局だよ、何よ分からへんけど、毎日な一個ずつドーナツでも食べとったらそこでホッとすんのちゃうんかな。そう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 、そうずっとな、やっぱり食べへんってこうイライラ、まあ、する人やったらな、そうやな、食べた方がいいかなと思いました。そうやね、もうあんまり我慢ばかりしても結局健康に悪いっていうことやね、体重も減らへんし。ほんまや ね, ね、もうその人のね、うん、あったやり方で、そう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 、うね、頑張りましょう。そうですね。で次、日高の丸太郎さんです。あ、ありがとうございます。子供の頃から天気とかに興味あったので、うん、大人になってから気象予報士になりたいと通信教育に申し込みしたんだけど、あ、やってみたら全然わけわからなくて諦めました。
雲の名前とか天気記号とか覚えたら大丈夫と思ってたんだけど、なめてました。わかるわ、これやったらいけるやろうと思って通信教育な、やるやる通信な、ね、ほんで通信教育で誰も教えてくれへんからその教材読み倒さなあかんねんな。そうもうすぐサボってまうけどな。そや私はわかるわかる、でもすごいな、気象予報士目指してた、かっこええやん。もう、でもちょっと興味あるってことはやっぱ好きやったけどあかんねんな、やっぱり。そうやな、んねんな、やっぱ北の大地の空見たら天気予想したなんのかな。なるほどな、ね、自分で散髪して、ね、自分で天気も当てて、予報して金かからんなそれほんまや、テレビ見んでええやんな、天気予報士やったら、気象予報士やったら。すごいな、やっぱりなんかいろいろみんな落とし穴にはまったはんな。ねえ、そうですね。いやほんで私ももてらもね、こう難しいと思ってたんですけど、返信でね、だからそう思うと石原良純さんってすごいねって書いたら、まあ、石原良純さんと長嶋一茂さんはすごいです、別格ですと書いてきました。ジュニアやな、どっちもなあ、有名人のジュニアや。だってこの人ら今ブレイクしてるやろ。してるしてる、この二人。これに高嶋ちさ子、ちさ子か、ちさ子か、そう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 。でもこの坊ちゃんたち二人ずっと我慢してたもんは、で親が弱ってきたからやっぱり自分の本領を発揮できて、あ、これちょっとアッキーめっちゃ共感してんじゃん、してるしてる、この人の共感持ち、そうや、親にいろいろやりなさいとか教えられてたことをね、もう今親弱ってきたからやっと俺は本領発揮できるって好きなことしてはんねや。なあ、一茂なんかすごいプロ野球入った時はもうなあ2世や2世やってなあ持ち上げられて叩かれて、そうや、結局な花咲かんと今このなバラエティで花咲いてるもんな、この人向いてるな、いけるいける、アッキすごく共感してます、共感してる私も親がね偉大偉大っていうのが大きかったからね、親がね、いろいろね、そうそう、親があんまり期待したら子供はあかん、期待を裏切るな、だから親はだから期待とかしたらあかんのよ結局。そうやね、子供は子供の個性を育てなあかんって思った、自分の子供を産んで、なあ、なんかな、今日なんかでチラッと見てて、人生相談にね、なんか親世代が投稿してはってん、人生案内か、か自分の子供はなんか全然こうできない方やと、頭も進学校入れたいけど入れてくれへんとか、ね、何もできへん続かへんとか、なんかその習い事も続かへんし、みんなにならへん、自慢できないんですこの子はみたいなことをね、どうしたらいいんですかって書いてはって、何を自慢すんねんの、周りの人はもっとなんかその優秀なお子さんやからそのやすごい嫉妬してはって、そうかそうか、そ周りがすごすぎねんな、そんでそういう悩みを書いてはってな、でそれに対する大学教授の答え、何やった、子供は自慢するも、あのものでは道具じゃありません、見守ることですって、その通りや、生きたいようにその子のな、あったような生き方を、しはるから、そうや、っていくんですよって、さすが教授それは、まあ、答えもう当たり障りのない、で逆にもうそういうな、の自慢したい恥ずかしいこんな子って言うてるお母さんを持った子供さんがかわいそうです、親叩かれたんや、うわー、せっかく人生相談だ、めっちゃおもろいなー思って、これすごい、それをそのまま新聞が載してんねや、新聞天下の朝日新聞や、あ、そう、でもそれ読んだ人みんな多分そうや、先生そうやって言うてると思う、そうやね、なあ、すごいなあ、そう、結局な、そんなん自慢して何が自分のなあメリットなんねん、そうやね、自分がやったわけじゃないやん、そうやん、自分が産んだだけやけど、そうそうそう、産んだけどその人の人生じゃないんやし、あんたはあんたやねんからって感じやろ、そうやん、私の代わりにこれをやってっていう親おるやん、おる、子供かわいそうやな、私が叶えられへんだから、あんたは英語習いなさい、しゃべりなりなさいとか言うな親もおんのよ、そうや、そんなちゃうやろ、それ子供嫌いやったらどうすねんな、その英語とかが、多分もうなんか私ができへんだから、あんたはこれ頑張ってっていう言い方をされるのが嫌いやね、ああか、子供嫌がるな、嫌やわ、じゃああんたがやりや、今からでもやったらええやんと思うねな、思うな、私らもう子供野放しにしてたな、生まれた時から、もう好きなように刺してたや、なあ、もうな、衣替え刺さんとずっと万年半袖で
好きなようにでも周りがあの人寒そうやお金ないんちゃう上着あげるでお下がりとか言うてても子供がそれで言うてるからクッキーを止めへんかったんや半袖でいいね止められへんだな強かった子供強かったすごいでもそれでだって周り気にしてあのあんた長袖でキーやーっていう親もおるかもしれんでまあまあまあなあ普通そうや毎日話しっぱいするねんけど ないらんって言われたからそんなもうそれでいいっていうええや大学教授褒めてくれんで大学教授のでも大学の先生ってさもっとなんか、うんあもっとこう子供寄りかなって思っててんけどそうかそうかすごいまともなこと言わはるなすごいわすごいわ嬉しかったわそういうのまやその通りや道具やないわ親の、ねうん、まあほんまいろいろね考えさせられましたありがとうございますありがとうございますで何かの部品さんからもいただきましたあ部品ちゃん昨日放送聞いたでもうそうだそう本庄さんとすごい面白かったなんか本庄さんの番組にゲストで呼ばれてる感じやった乗っ取られてるやんまあもう、まあ、言うたらなで本庄さんがお前こんなんして、うんうん、あの他の人に入られたことないんかって言って、うん、部品ちゃんに言ってたら部品が、うん、モテラさんですって言ってあそう私らのことを名前脅迫しよったであいつあそうなんだ私ら10本やったやんな部品ちゃんのラジオになんかバーンって1回入ったことあって古い時かなそうそうこっちでやってるの第2スタジオのところでなんか収録してた時になでも喋ってないやん全然な喋ってないな、うん、ちょっとニコニコって笑ってすぐ出ていったな、うん、そう動画だけ回してんなそう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 先生そうそれ出たそれをそうラジオで言ってたわチクってたんかそうあいつチクりよったわとうとうほんまにほんまなまたちょっと化粧さそうかそうや ねでね、うん、部品ちゃんがコメントくれました、うん、やったやはり僕と付き合ってみることが思ってたのと違うではないでしょうかラジオで散々変態チックなことを言っていますが、うん、付き合ってみるととっても真面目な好青年じゃん全然毒キノコじゃないじゃんとなると思いますなので、うん、僕とお医者さんごっこしてくれる、若い女子お待ちしておりますあかんやんもう若い女子とか言うてるやん何がお医者さんごっこやんもっと違う方向やなもう変態やんお医者さんごっこって言うてる時点でなもう変態な熟女しか相手できへんわそうやんで若い女の子ってもうそうそう部品じゃんなんで若い子限定やねんなあらはずなお前若いと思ってんのかほんまやもう30超えてるやんそうやもうこの放送使って言うたろもう部品は若くない若くないなもうこれ YouTube でアーカイブでねずっと残りますでそれに対してね中野丸太郎さんからうん生々しくて笑えないあちょっとしで部品ちゃんがそれでかな近所の猫に威嚇されて逃げられてしまいました猫にも相手されてませんでした猫に威嚇したらあかんわな猫に威嚇されましたってもうこれはもうアッキーの出番じゃない行こうか得意やろそうや若い格好だけはできる顔はお面しといたら大丈夫そうやそうやお面食しとくアッキーはもうスタイルと内臓は若い、うん、うんま若いもうだから、うん、婦人科系全部若い部品ちゃん部品ちゃんどうですかお医者さんごっこやったら全然できるできる部品ちゃんできるノリノリですよどうですか一人ましたでクッキー横でナースでね、うん、立っといてお医者さんの横でよしよし何かあったらあのすぐ血圧測ってそうそう何かのお医者さんやお前や面白いなちょっと結果ちょっと練習していいっていうからいいねいいねそれこれをモテラの YouTube であげようはい何かのお医者さん何かのお医者さんここお前ね今度じゃあモテラの YouTube で何かの部品とコラボして、うんうん、コラボ、うん、じゃあしようあの何かのお医者さんそうやコント始めようかそうしよう部品ちゃんの夢叶えますで叶えようそうや、うん、そうだしらめっちゃ何うん、優しいなそう一人の青年を救おうとしてる素晴らしいやんそれ私はすごい、うん、な部品ちゃん待っときやうんじゃあ日にちだけまた決めますんでそうはい、はい、では鉄道さんからですはいありがとうございます、あんまんをオーブンに入れたらあんぱんになると思ってやったことがあります、うん、そう見た目は見事に完璧なあんぱんになりましたあ食べたら皮が噛むのがしんどいぐらい硬くて、うん、あんこがパッサパサでした、うん、思ってたあんこかあそこって書いてあったのか思ったあかんかちょっと部品ちゃんちょっとやばいでもあかんかんかん部品ちゃんが落ちてきたちょっともう違うあんこですあんこやあんこオーブンで焼いてんて
あ、アンマンを。アンマン、でも表面美味しそうやね、こんがりしたら。せやね、せやね。で、たけちゃんさんからね、そういうふうに返信来て、面白いですねって来てた。ほんまやな、すごいこれ、新しい食べ方やな。なんかでも、すごいね、こういうこと好奇心持ってやってまうって。鉄塔さんも、なかなか面白いね。なかなかそうやね、鉄塔さんも見た目は少年やもんな。見た目も少年、中身も少年なあ。でも実年齢はね、私らと1歳しか変わらない。怖い怖い怖い。いいわ、ありがとうございます。あ、そういうのな。あ、面白いな。食べ物系もでも面白いな。なあ、最近でもこれあんまんをさ、うん、ワッフル機でこう挟んだりとかしない？なんかあくちゃんそんなしなかった？したかな。ちゃうわ、ハマちゃんの奥さんか。ハマちゃんの奥さん、小川夏美ちゃんがさ、なんかワッフル機です、うん、なんかあ、いろんなもの、うん、そうそう、そのあんまんじゃないと思うけど、豚まんとかサンドして、で、美味しかったとか言ってバズってたで。やるわ、今度、うんうん、なんか何でもこう挟んだらいけるんちゃう、うん、そうな、うん、使おう使おう、やろうやろう、ありがとうございます。はい、で、なすみママです。あ、なすみママお帰り、帰ってきはった？生まれて初めて行ったコンサートは私のふるさと、うん、和歌山に山口百恵さんが来た時です。うわすごい。テレビをはるかに超える百恵ちゃんの美しさに感動した学生時代、うん、いや、ママも綺麗で、あれからうん十年、うん、嵐のライブで素晴らしい演出に感動。ライブってテレビよりはるかに想像以上に感動してしまいます。ほんま、そう、なんかすごい俳句を見てるようにママの字ってこれ、あの、うんうん、なんていうの、スペースを空けたはんな。そうやな、読みやすいように文章うまいこと書かはるね。そう、文章の気遣いもすごいな。気遣いなんこれ。これほらぎっちり書かれてたらこう文章どこまで読んだかわからんけど目で追いやすい。確かに確かに。なんか国語の教科書みたいに綺麗に。あんこはあそこって読んでまうから。あ、ごめんな。あそちゃんみたいに想像してしまうからな。ピントが合わへんねんな、カタカナは。そうか、うんかがわからへんね。あんまん言うてるやん。急にあそこ買いなんだと。あそこがパッサパサでしたって。夏は熟熟やのにね。そうか。おかしいな。おかしいおかしい、なすみママ。でも山口百恵さんが、うん、和歌山やで。来んねんな。なあ、すごいじゃん、それ。すごいすごい。それを見に行けたってすごい。行けた。倍率に勝ち残った、うん、ママ。せやせやせや、めっちゃ面白いな。すごいな、持ってるわ。嵐も当たってるやん。当たってる当たってる。すごい当たってる、ママ。これなかなか当たらへんね。当たらへん。全然当たらへん、当たらへん、ほんま。なあ。で、そこに丸太郎さんが、なすみママのところに。うん。山口百恵さんは、格別ですね。うん、格別格別ですね。別格や。ほんまや。ごめん。やっぱちょっと句読点入れといてください。帰国子女やからもう。夜全然ピントが合わへんねんな。カンナの悪口言わへんねんな。生で見れたのが羨ましいです。うん、いいな。ねえ。で、そこでまた2人で会話してる。はあ、夏美ママがそれに返信で、はいはい。あの頃はまさか引退するなんて誰も思ってなくて。チケットも取れたんです。てんてん。もう汗マーク。私としては学生時代でしたが、うん、メイドの土産ばかりに感動して、コンサートってこんなにすごいんだなってびっくり。百恵さん、座席の皆さんに気遣いいっぱいの本当に素敵な方でした。そしたら丸太郎さんが、学生時代のメイドの土産ってでもそれくらいのオーラをテレビで感じ取れましたね。ここまで復帰しないのもすごいです、うん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 、旦那様が羨ましいって。あー、三浦よ、三浦よしか、友和、友和吉川さん、赤ちゃん、犯罪者さん、間違えたらあかんね。ロス事件のごちゃごちゃやもん。私らもうあかんな、別格やな、間違いの。もういろんなこと知りすぎてるから。そうやね、頭の中でな、ぐちゃぐちゃや、もうほんま。みんなでも生桃江、ええー、なー、うん、でもやっぱりみんなそうやって桃江ちゃんっていうのはもうあれやね、なんか雲の上の人ってなんか思ってまうねんな。いや、私らさ、ちょっと百恵ちゃんでちょっと上やんか。そう、私ももうテレビ見出した頃引退やった。もうそうやろ、うん、じゃあ、アッキーがちっちゃい時は一番最初誰行ったん、ライブは。生のコンサート誰も行ってへんわ。そんなん行かれへん、もう。夜はもうしてるやろ、もう山奥でずっと。だけど、そうやけど、大体手に入るやん、関係者席とか。あ、親は行ってた。親はなんか行ってたよ、うん、でも、うん、感激とか。あ、置いてかれてた。そうそうそう、置いていかれたな。あ、そうかいな。うん、でも私もその、うん、全然行かれへんだけど、うん、そういうコンサートとかは行かれへんし、うん、ならへんし、うんうん、でも、あ、
ああいう当時ってな、うん、要は日の上とかでアイドルがちょこちょろちょろ来とってん。あ、なんかちょっとしたステージでもあったんかな、なんか前いろんな週末来て、うん、タダで歌ってそこで観覧車あ、ええー、ただこう 見れる買い物しか、あ、そんな桃江ちゃんクラスの大きい、そんな桃江ちゃんおらへんで、あ、そうか、でも私が初めてその、うん、自分の足で電車乗って、うん、そこ行ったん人、うん、誰発表します、ドゥルルルダン名前が出てくる、なんじゃそれ名前今どんなんしてる人、今名前出して、あ、ヤックマルの奥さん、石川秀美、石川秀美、そう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 、石川秀美ちゃんがなんかアイドルコンサート、うん、日がなんかに来はってん、近くの街まで、そう、それをもうちょっと電車乗って見に行ったわ。あ、でも嬉しいな、あの芸能人ほんま会えただけで嬉しい嬉しい、めっちゃ怖いね、わかる、あの子めっちゃ怖かったやろ、目パッチリしてな、細くて長くて、そう、歌覚えてる、知らん、当時の歌、石川秀美、ヘイミスターポリスマンや知ってるやろ、キャスパの忍者知らん、え、知らん、知らん、ヘイミスターポリスマン、え、これじゃないの、え、ほんま、石川秀美って結構すぐ引退したよな、早かったなあ、すぐ結婚しはったもんなあ、ヤクになあ、うん、取られたからな、そうやな、そうか、ちょっと一回検索してみる、そうそう、いや、ここの昭和世代の歌に共感されへんだ、私、私もう早見言うとダブってしゃあないわ、夏色ナンシーかな、夏色ナンシーやったな、あったな、ちょっと元気なイメージだな、そう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 、早見言うと石川秀美は元気やねんな、そうやねん、で、ね、松本伊代とか、伊代はもうなんか東京って感じやな、そやな、ちょっとボケーとしたや東京やな、そう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 、で堀ちえみと、あ、おったな、うん、堀ちえみな、そう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 、おかんなんかスナックやってんやろ、あ、やってるやってる、うん、なんかあの人ももうすぐ結婚しはったな、一般人となんか何回か結婚してるよな、分からへん、そやね、もう3回か4回ぐらい、そうそうそう、結婚してはって、子供ぐちゃぐちゃやんな、もうしかもめっちゃ量いてはるやろ、子供7人ぐらい、そうだね、めっちゃ多いね、いてるいてる、もう全然もうあれやな、そうね、でも産んだはる、すごいよな、産めるって、えらい、うん、元気やな、なあ、頑張ったはる、そう、いやもうすごいな、なんかもう、ね、桃江ちゃんから急に石川秀美すごいな、石川秀美、そうやな、なあ、この人はあんまり見てないけど、うん、なんかこんな来てた来てた、いや、もうこれでみんな読みましたね。ね、読めたかな、はい、かなちゃんみたいに通りこぼしちゃったらまたね、うん、次回。そうですね。ね、で、ちょっと日高の丸太郎さんがね、うん、これちょっとアッキーの発言で返信来てんけど、うんうん、自分で散髪するのは関係ないっしょって来てる。ほんま。捕まえてるわ。そうか。いや、ほんで私、アッキーさんぐたぐた、かなちゃんのこと言えないねって来てる。ほんまや。でも、モテラの子供になりたかったなっていう、優しい。うまいな、アメとムチやな、すごいすごい、ええ、もっと着れる、どこから、川口さん、え、川口さん、川口さん、あら、ねえ、いや、そうなんですね、川口さんの扱い雑いな、ちょっとわからへんな、でもね、うん、ま、川口さんなんて着てるやろ、あ、川口さん、やっぱりライブやね、毎回やってみたら思ったんと違います、うん、思いもよらない方からよかったよと言われたりします、うんうん、何やこれ番宣や、ちなみに6月9日、うん、木曜日、うん、岡山ペパーランドで、うん、千葉大蔵さんとライブします、うん、どうなるんでしょうか、うん、出たとこ勝負です、6月9日岡山ペパーランド、千葉新一、死んだ、死んだ、岡山大蔵かな、誰や、え、しばないぞ。あかん、もグラグラや。グラグラや。あかん、もう漢字も読まれへん。ほんまや。大蔵さんとね。でも、川口さんのあのね、ギターの音色聞いたら、うんうんうん、みんな惚れるわ。惚れるか。ちょっと帰り忘れんように誰か声かけたってくださいね、ギター。商売道具よう忘れかけはるから。ギターね、ギターを掘り出してな、パフェ食べに行こうって言ったら。そう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 。あれやばいよな。そう、二次会のパフェの方がギターより大事やねんな。びっくりするわ、ほんまに。なあ、何か忘れ物ないですかって聞いてんのにな、そうそうそう、ないよって言ってちゃんと答えてくれはるなあ、川口さんすごい素晴らしいわ、あの人もでもほんまいろんなとこ行って歌いはるやろ、うん、そう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 、大阪も岡山もいろんなとこ行ってな、なあ、モテラのあのあれにも TikTok にも出てくれはってんな、あ、うん、出てくれましたね、ちょっとなんか歌って言ったらもうすぐ歌って
あの作詞作曲よあれ。そう曲載せてくれはったな、うんうん、すごいわ才能あるわなあほんま才能ある、うん、川口さん頑張れ軽っそうや軽い方がいいんでも思ってたんと違うこともアッキーなんかあるか、うん、思ってたんと違うことなそう子育てやどんな風に育てるほらやっぱりもうな想像してたらやっぱり、うんうん、子供はなこんなんしてあんなんしてとかな、うん、女の子はこれ習わしてとかやっぱりな思ってたけど、うんうん、やっぱ思ってたの違う現実は厳しいなそやなでもなんか何やかんやでもな、うん、自分の遺伝子入ってんねんなって思うしな、うん、そうやね結局はそうやんなってそうやなそうやなお嬢君が育たへんなってほんまやなもう自由がええほんまやな確かにそうや結婚してな主婦ってこんなんやねんやって思ったな忙しいんやと思うなそう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 なんかな奥様は魔女見てたから私あんな感じで口動かしたらもう全部動くんかな思ったらそうかそうか、うん、実際そうやったもんなそう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 実家ではなそうやねちょっとなそう、うん、お手伝いさんって呼んだらすぐやってくれたもんなそうやねもうしーちゃんしんどいわ言うたらなもう何やときます言ってな子供に敬語使ってくれるからな居心地よかったんけどな すごいなそりゃそりゃ魔法使いのいいやもうそれはそうやなもう結婚して口クククって動かしてもな、うん、誰も動いてくれへんお前ブサイクやぞとか言われてそれはもう生まれた時からやあーそっか、ね、みんなねすごいいっぱいいろいろくれはって嬉しいな、うん、ありがとうございます、ね、もう次6月やで放送が6月ですか、うん 6, 月ね、6月8日、うん、おでもう60回も超えたし、はい、ねえねえなんかフージさんがラジオで6月はキャスバル兄さんゲストに呼びますって、うんうん、暴言吐かはってラジオで表は飛び越えてキャスバルなそうやねなんでかなんでかねえフージさんちょっとそれ教えてモテラのツイッターにちょっとね、うん、私らもね出たいどう納得いくなんか返答もらわないそうやそうやキャスバルさっきにやる意味そう教えてくれそれやったら私らなモテラ VS トカゲとかおかはこでそういさんあいいなそれな面白いね収録にちょっと私らもじゃあ後ろで行かせてもらっていいですか富士山一言も喋らへんからそうそう、ね、アキはもう蛇と戯れてるから大丈夫よほんまやな面白いなキャスバル兄さんの足のとこに蛇とかさ解き放ったら多分喋られへんねほーほー言ってなんか吠えてるだけいやいいなそれ、うん、またちょっと箱行ける楽しみができましたわほんまやほんまや、うん、富士山また行かしてください行かしてくださいキャスバル兄さんね今ちょっと忙しいからそうやねとりあえず ね、うん、明日終わったらもうちょっと落ち着くやろしなちょっと気持ちが ね楽くなると思います、うんうんうん、個人的に、ね、6月はもう ね、ゆっくりとそう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 個人的な連絡がしてもう本当にやっぱり ねいつも祈るのはねもう世界平和のことばかりや死に方やな、ね、そうよ、うん、もうラブ&ピースやでそうよもう早くな、うん、演奏もなくなってで、うん、海に沈んだ船も引き上げられてやなそうやそうや、うん、でもいろんななそういろんなことがこう分かれば、ねうん、島根県のあれもさ、うん、早く解決してほしいや何あの島根県山口県かあれ、うん、山口県の、うん、ほら4600万のね、誤送金ね。でもね、もうみんな順番にうまくいっていくように、私らがラジオでね、うん、2週間に1回、笑いを届けよう。壮大な役割やな。ゼレンスキーですから。ゼレンスキーさすが大統領。いけるいけるアッキーなら、ねうん、そんなこと言うてる間にもう、ねうね、お時間となりました。そんなこんなで、はい、今週も、お届けしたのはアッキーとクッキーのモテラの時間でした。ありがとうございました。